村松、見返したくなる、大ファインプレイ。神判断だろ。当たり前のことを当たり前にやる。最高や。今のは本当にうまいな。難しかったやろに。村松の守備は本当に上達したと思うよ。さすがに失点したと思ったけど、彼に救われた。打てなくても、村松にはこの守備力があるんだよね。素晴らしい送球が見れた。ヒロトを守備で盛り立てるのかっこいいね。送球域が完璧すぎて怖い。宇佐美もよくタッチしてくれた。村松の守備も、安心して見られるようになった。中日の二遊間は、もう固定できるメンツが揃ったね。一時はどうなるかと思ったけど。ありがとう村松。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。